セルジオ・コンセイソン、セルジオ・パウロ・マルセネーロ・ダ・コンセイソン、セルジオ・パウロ・マースネーロ・ダ・コンセスを、1974年11月15日体は、ポルトガル・コインブラ出身の元同国代表の元サッカー選手、現サッカー指導者。現在は、プリメーラリーガの FC ポルトの監督を務めている。ポジションは WG、コインブラで生まれると、 地元のアカデミカコインブラの下部組織でキャリアをスタート、2部の f c ペナフィエルでプロデビューを果たすと、以降は、と、同カテゴリーのクラブチームを転々とし、1996年にトップカテゴリーの強豪 FC ポルトに入団。ポルトでの2年は、右 WG の中心選手としてゴールを重ねるなど攻守にわたり活躍し、リーグ連覇や達者でポルトガルのタイトル獲得に貢献した。 この活躍が認められて、1998から99シーズンに、セリエ A 渡り、移籍金120万ユーロで、ラツヨへ加入。移籍後すぐにレギュラーをつかむと、UEFA カップビィーナーズカップの優勝に貢献。またリーグ戦では33試合後得点を記録した。さらに、翌1999から2000シーズンは、リーグとコッパイタリアの2冠に UEFA。 スーパーカップとチームの黄金期を支えた。2000年7月、エルナン・クレスポと交換で同僚のマティアス・アルメーダと共にパルマエシエ遺次のシーズンは同様にセバスティアン・フレートの交換でインテルナツオナール・ミラノへ赤金10億リラ4年契約で加入した。ここでは、エクトル・クーペル監督の下で思うように活躍ができずにいると、 2003年7月28日に双方合意で契約を解除して自由移籍でラツヨへ復帰するもば機会はあまりなく再び契約を解除し FC ポルトへ復帰ポルトでは自身3度目となるスーペルリーガのタイトルを獲得した2004年ポルトとの契約が満了したためベルギーのスタンダールリエージュと1年契約で加入 加入後ほどなくして練習中に膝を負傷したことにより、約1ヶ月戦列を離れていた時期があったものの、同シーズンのベルギーゴールデン州に輝いた。その後も活躍を続けていたが、2006年3月の試合中に相手選手に唾を吐きかけたことでレッカードを提示されると、さらに主審に対し暴行をしたことで、ベルギーサッカー協会から4ヶ月半の出場停止を言い渡され、 そのままシーズンを終了した。翌2006から07シーズンは UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦に間に合いサスペンションが終わりるも今度は左膝を負傷したことで離脱を余儀なくされキャプテンを失って窮地に陥ったチームは FC ステアウアブカレストに敗れ本大会進出を逃した。またリーグ戦では3位カップ戦では決勝戦で敗れ準優勝とタイトル獲得に 及ばなかった。2007年6月24日、SC ブラが遺跡寸前だったものの、年俸110万ユーロで、クウェートのカービシーや SC と契約。2008年1月、ポルトガル復帰が失敗するも、同胞のフェルナンド・サントス率いるギシャのパッチ・テッサロ・ニキと18ヶ月の契約で加入すると、クラブの伝説的選手にして、会長を務めるテオドロス・ザゴラキスの背番号7を、 与えられた。翌2008から09シーズンからキャプテンを務め、同胞のアデリーのアンドレビエーラ・ラフレータス、ビエリーニャと共に、両 WG のレギュラーとして支え、優勝には及ぼなかったもののパナシナイコス FC、エック・アテネ FC といった3強のうちにチームを抑え、準優勝に貢献。そのリーダーシップとクラブへの献身から、ファンのお気に入り選手となっていった。しかし、 翌シーズンの序盤に負傷をすると、定期的な怪我に悩まされ、10月13日に引退を表明。ほどなくして、同クラブの会長となったの後を引き継ぎ、スポーツディレクターに就任した。2010年5月後期に、パッチから去り、コーチングスタッフとして、フルスのスタンダールに移動。2012年1月1日に代わり SC オリア年セの監督に就任。 指導者としてのキャリアをスタートさせた。ポルトガル代表としては、1996年11月19日の 1998FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選、ホームで1から0と勝利した、ウクライナ戦でデビューをし、2003年9月6日の、新前試合で0から3で敗北した、スペン戦まで56試合12得点を記録した。UEFA ユーロでチームは、 グループステージを2連勝し、早々と1位突破が確定する中でコンセイソンは、控えとしてプレーしていた。ロッテルダムで行われた3試合目にして、最終戦のドイツ戦で、ようやく先発起用されると、前回王者相手にこの試合全ゴールとなる、ハットトリックを決めると、この活躍が認められて、以降は敗退するまでスタメンとしてプレーした。2002FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選で、 アイルランドやオランダ等から4ゴールを奪い、本大会進出に貢献し、メンバーにも選ばれた。故郷コインブラに自身の名を冠した収容人数2500人のが建設された。合計5 6 0人に楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。